41分ですかね、はい、ちょっと忘れないにしておいて、はい、で、利根川ですよね、はい、で向こうも利根川の分岐がありますね、はい、あります。それからちょっと見えにくいですけど、真正面に見えてる山、山あれは、利根川のでいいのかな、もっと佐野の山じゃない、佐野はもっと向こうですね、はい、あれが太田のところ、太田の山ですかね、で、左手が赤木さんですよね、このぐらいがあれが南大山ですかね、はい、そこに北関東の方見えてますね、ずっとね、はい、まあ、そういう感じ。あとはそこに坂東橋が見えてますよね、はいはい、坂東橋煙突はちょっと見えないですね、残念ながらね、はい、はい、とか思いながら60度と出して、で5分後に、伊勢崎に着く予定なんで、まあ、47分くらいに伊勢崎に着くんですかね、あと2分くらいに伊勢崎、まあ、これが伊勢崎ですよね。あそこに駅が見えてるの分かりますかね、はい、見えます。あ、どうもこれが伊勢崎っぽくて大丈夫そうだな、時間もいいしヘディングも90度守ってるしなという感じですね。で伊勢崎着いたら3500まで上がるから、まだ上がりながらですけど、伊勢崎着いたら、離れるビームですよね。10度下がってきてますからね、はい、まあ、MCP もあれですけど、まあ、もう全然 MCP 使ってないんで、もともとね、はい、まあ、5分 MCP、TOP だと5分っていうのがありますけどね、はい、まあ、それをまああまり多分気にしなくても平気かなと思いながら、離れていいですかね、ですよ、はい、まあ、フライトサービスレッドアルファ33ビクターロメオ、レッドアルファ33ビクターロメオ、フライトサービスどうぞ、してください。ビロッコです。
まあ、離陸が41分で、はい、まあ、通過でいいですよね。はい、通過、あっちこっち。こっちこっちこっちね。こっちじゃなくて、この ATA だからここは41分です。で、伊勢崎が46分でしたよね。はい、AT、アクチュアルタイムへ、アライバル46分か。はい。で、佐野の到着予定何分になりますかね、そうすると。佐野は、ね、太し、太田も。一段違ってましたが、こっちが41分で、群馬のちょうど上空が41分、ここが41分で、まあ、伊勢崎書いてないんで、これが。そう、太田、はい、伊勢崎の中。はい。じゃあどうぞ。太田が、14パスので、56分ね。14で、55分。3でしょ。両方ですか。はい。太田が49分。はい。各。佐野が55分。はい。ということですね。太田49分着予定ですね。太田49分。はい。49で覚えておいてください。はい。はい、じゃあどうぞ操縦桿変わりましょう。修正ヘディング修正
じゃあ140度向いてね、飛んで、ノーヘリ20分着く、許可しました。これでダイバーと科目完了です。はい、じゃあ140度キープしたままちょっと飛んでもらって、じゃあ、セキュアの VR、ラジアル何度ですかって聞かれます。はい、ただ、ちょっとこれ、パワーもおかしいですよね。パワー19インチは飛べないですよ。もうちょっとインテフリクションもっとがっつり入れるんですよ、がっつり。離すと下がってきちゃうんでね。で、何したっけ、で、はい、じゃあ、セキュア度117セット。はい、OK ですよね。はい、で、ちゃんとノーズ上がるんだ。目標ちゃんと140度の目標取ったんだ。で、ID 確認です。ID 確認覚えてますかね、やり方。これね、ナブって書いてあるんですが、一番をナブの方に下げます。で、これを手前に引っ張ります。ボリューム思いっきり上げてます。これです。パブで ID 確認。受信してるっていう確認が取れました。ここにね